はい、おはようございます。今日は大阪朝から雨ですね。明日もね、なんか雨みたいなこと言うてますね。ね、はい、この子たちです。まあ、今ちょっとこの子たちちょっとね、餌ね、この餌食いが悪くなってきたね。でここの子はね、みここちゃんとかね、ななちゃんはね大好きですね。特にみここちゃんは ね、それとね、これ皆さん知ってはると思うんだけど、これっておかしいかと思います。ヘイ君ね、面倒ね、このアレルギーのね、原因がわからないからね、見てあげるってくれはる人がね、昨日ね言うてくれてね、ヘイ君もねちょっとねこれでね治ったらいいんやけど、原因がねやっぱりここにおって分かれへんからね。ポンさんとかもやっぱりね、家に入れてとか思うんやけど、家に入れてって言うても猫がおるからね、何のアレルギーか分からんままでね、ちょっとね、アレルギーなんかよく分からんねんけどね、まあ、先生もアレルギー言うてるからね、まあ、こんな感じでちょっとねこっちから見て左目の下がね毛生えてきたかな程度で ねこんな感じです。まだね完全にはね治ってないけどね、平君よかったな、ちょっとな頑張ってな、それでな大事にしてもらえる思うわな。はい、トラキチ、トラキチ頑張って食べてますな、ね、ちょっと目やに出てな、お前取ったくわ。これでね、あ落ちとんね、これパイプが切れたかな。まあ、切れたら切れたでいいけどね。まあ、ここもったいないからね、ここ空間でこれ台を置きました。それとここもね変えたんですよ。こっちに明るさをねちょっとあれするのね。それでこれもねちょっと移動させたんという機能のね、見てくれてはる人はどこが変わったでしょうみたいなね出しとくんで、これによってねここが明るくなったんですよ、光がね。それでな、まあ、これを置いたり、ここに置いたり、これをね、それでトイレをこっちに一応置いたり、これでね、一番あれなのは、もうちょっと昨日ね、ホットカーペット 2個買うたんですよ、1畳用のやつ。これで引く段取りをしようかな。けど、ここ見てもらうと分かるけど、これ斜めになってるんですよね、ここが。この端っこが。奥がね、80ぐらいしかなかったかな、確か。これで、買うたんが150しかないんですよ、ここの幅が。これ買うた幅が180の90で、90奥から取った人が出るんですよね、このぐらい。だからちょっとね、ベニヤ板でもちょっと用意しようかな、ここにね、コンパでね、ちょっと出すのに。さすがにね、長さはこっちで170ぐらいかな、ここで。150ぐらいしかない。だから30センチぐらいちょっとね、折り曲がった、こなして折り曲がった形になるんやけど、こっち側はね、ちょっとね、こう出てもうたらね、猫落ちる恐れあるから、ちょっと前出そうかな、と、ね、まあ、こんな感じで。ホットカーペットね、祭日、祝日、ね、22日、休みになるけど、まあ、天皇のね、なんか天皇のパレードがなんかあるんですよね。それが延期になったみたいな、ね、っていうか、まあ、休みは、ね、休みなんだけどね。一緒に休みがなくなるんかな、思ったけどね。はい、行きましょう。あ、何や、嫌がってる。よし、おいで。おいで。ね、今日は嫌なんかお前、ね、一緒にやってみる。おばあちゃんもね、これ結構これ好きやから、ちょっと今日でも凍ってきたろうかなと思って、ボロボロなってんすよ、昨日入れたり。結構積み取りしとるみたいで、ね、これで今日ちょっと暑いんですよね。こんな感じで 25.8 の62、湿気はまだギリギリいけとんやけどね。まあこれから冬対策で言うてはった人おったけどね、やっぱりね、壁ね、昨日もコメントに書いたけど、日本の家屋というかね、土壁はやっぱり優れてるらしいですね。湿気は吸うてね、夏場の湿気は吸うて、冬場の乾燥をね、暖房とか乾燥したら湿気を壁から出してっていうようなねことをね、壁土なんか特にねするみたいでね。なんか風呂場に置いてるね、何でした、マットみたいな、今ね、すぐ乾く濡れたものでもね、乾くいうね、
マットやないけど、レミちゃんなんかできたやつね。あれなんか特にね、壁にやったらいいんじゃないかな、思ったりね。壁、土やったらね、描いたりするからね、ボロボロ落ちると思うから。まあ、クロスでもええのあるんかもわからんけどね。まあ、そんなんでね、やっぱりここで、あの、暖房かけたら、結局乾燥して、ね、風邪を引きやすくなるという、人間でもそうやからね。だから下が加湿器置いたりするやけどね、うん、まあ、この加湿器かで、やっぱり乾燥してたらね、このタンクに入ってる水1日でなくなるからね、ほんまに、ね、こんな感じです。まあ、こっちはね暖房かけてないからね、案外ね、だけど湿気がやっぱ上がってきてますね。熱中症は 24.8 度。まあね、初めて猫飼ったから、暖房、エアコンなんかつけた方がいいんですかみたいなこと書いてあったけど、ね、そこらがそういう問題あるからね。一応ね、やっぱりああいう、ね、温度のね、管理できるね、温度計とかね、湿度計とか置いとく方がいいんじゃないかなと思ったりもね。ね、人間にもいいと思うしね、乾燥してるとか分からへんからね。サビちゃん。ロシアちゃん、ね、頭を叩くフェラーリンちゃん、うん、はい、ゴマちゃんかな。ここもねちょっとね、いろいろアイデア出してんやけどね、まあちょっとね、ポンさんもまた大工仕事しようかな思ってね、いろいろ、ね、まあうちはね参拝屋やからね、皿の木とかいろんな木出てくるんやけど、木なんかね不自由はせんねんけど、たまに買う時もあるんやけどね。ここらは大工さんの方でやってもらっていいかな。まあ、昨日 ね、言ってたライトね、これ、こういうライトね。ちょっとガラスのやつは割れてんやけど、これをちょっとね、工夫してね、新しい部屋に、これを3個これ、ちょっとね、横に寄けといたんですよ。解体現場から。まあ、これをね、使おうかな。LED の球持って撮影してね、こんなんでもね、高度高いからね、照明器具とかも。まあ、こんなんはね、なんぼでも出てくるから、そんなんをね、再利用してね、うん、やろうかなと。まあ、ここがってね、暖房、あれを引いたらもっと喜ぶんじゃないかなとね。こ、うん、ね、んな感じです。それでね、まあ、雨降ってね、これから、だんだんね、野良猫には厳しい、ね、毎日になるわけやねんけど、ね、まあ、だからね、厳しいけどね、人間でもそうやけど、知るから、元の生活戻らないのと一緒で、この子らはもう多分野良猫では生きていけないと思いますよ。やっぱりちゃんと餌も水もここにあって、あれしてるね、飼い猫が、まあ、野良猫になるいうことはね、できないと思います、もう生活は。まあ、だけど、人間でもそうやけどね、それでも生きていかなあかんけど、辛い思いは、すると思いますよ。今まで当たり前にあったものがなくなるんやからね、人間でもそうやからね、うん、まあ、それと一緒でね、いろいろね、猫の、活動でも何でも、うん、自由がええとかいろいろ言い張る人の気持ちもわからんではないんですよ。猫もともとそこで生きてるからね。けどね、人間いうのはね、そういうね、楽とかね、うん、そういうね、いろんなものをね、開発してね、してきたからね、助け合って作り上げてやってきた、困ったものをね、便利なものを作っていったからね、困って、まあ、だからそれがなくなったら、まあ、言うたら極端に言うたら車なんかそうですかね、自動車なんか、あ、いらんもんやけどね。だけど今となっては絶対になかったら不便でしょう。だけど変われんようになってね、車なかったら生活それでもできると一緒で、けどやっぱり、あの時は良かったな、車持ってたら良かったなみたいな感じで、この子らもやっぱり被災してね、家なんかここでも潰れて野良猫生活になったら、そう思う時は来ると思いますね。だからね、知ってる人間やからこそ、そういうね、薬でも飲ましたらかわいそうやとか知ってるからこそ、人間はそれで楽になれるいうことを知ってるから、知らんこの子らにね、
与えたり、いろいろね、そういう自然ではやっぱり危ないいうので僕らでもこんな中に入れたりする。まあどれが正しいかは分からんけどね、結局知ったらあのね、あの元に戻られへん、戻るのは辛いいうことだけはね、ことじゃないかなと思います。どれがなあの正しいとか分からんけどね、その中でね、あの猫の活動も伝えてもね、あの知らんからこそ幸せなんかもわからんけどね、あの人間は知ってるから、そういう子たちをね、あの連れて行ってあげたり、病院連れて行ってあげたり、いろんなことをするだけど、お金がかかるわけであってね、まあだからそういう思った人がやればいいんじゃないかなと思いますよ。確実に僕は思うのはやっぱりあの幸せや思いますよ。知らんのが幸せなんかもわからんけどね、けど人間は知ってるからね、皆さんも多分病院とかでもね、行きはると思うけど、ね、薬なしで、ね、耐えてる人ってどんだけおるかわからんけど、やっぱりそういうことを知って、あの病院行ったら楽になる、いろんなことをね、あの知るからこそあのこの子たちにね、幸せをあげようと思うんじゃないかなと思ったりもするんやけどね。聞いてんからね、なんかこなし寄ってくるね、ちょっとこなし会議的なもんだって、会議中はね、みんな聞いてくれてんかなって、ね、ここはちょっとうるさいけど聞いとるけど、まあ、そんな感じでね、いろいろ思いはる人のことね、いろいろあのポンさんが思うことでちょっとあの話させてもらうんだけどね、この方聞いとんね、まあ、だからね、うん、知らしたろ思うのが人間かもからね、自分が知ってるからね、いろんなことをね、うん、車のやっぱりこの子たちはね、2歳3歳の何もわからんね、あの子供と一緒や思ってたからね、何も分からへんからな、かっきり言うて、道路でもね、あの引かれてる猫なんかでも横断歩道渡って青やから言うて渡るわけじゃないしね、知らん子供と一緒やからね、知らんがためこそやっぱり出さんようなところにね、こなしてあのあれすんのも分かってもらいたいないうのがあるけどね、そういうあの自由や思いが一番に思い張る人はね、人間はそれを分かってるから、僕らの分かってるから、そういうね、こういうところに入れたりもするということですよね。まあそういう話でね、朝からこんなまた長いなって思うんだけどね、聞いてくれてんか、結構ね、みんなグルージャも聞いてくれててな。はい、以上です。はい、ありがとうございます。